お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらのサドンデス大会、はい、の方を、まあ、やっていきつつ、もうね、これなんですけど、皆さん、デッキに困ってると思うんですけど、マジで最強なデッキを見つけてきちゃいました。はい。で、ちなみに、サバーカね、これ僕のサバーカなんですけど、これサバーカもね、12勝無敗。して、自分なんか今6勝無敗かなというわけで、もうね、最強なデッキをね、ちょっと紹介したいと思います。これでね、皆さんも12勝して、まあ、報酬もね、ぜひゲットしてもらえたらなと、思います。というわけで、デッキなんですけども、こちらになります。バルーンスケラです。バルーンスケラ、スケラ。サドンデス大会ですので、まあ、タワーをね、1本取った瞬間にも勝ち。で、もう2倍タイムから始まりますっていうので、まあ、結構ね、もうフリーズとか、だからバルーンスケラフリーズでタワー折れて終わりみたいなことが結構あります。って感じで、まあ、大型は多分あんまいないのではないかなと思いますね。結構なんかもう一瞬で進めれる系の方がやっぱね、一気に落とせるのが強いのではないかなと思いますね。ちょっと語彙力が。はい、というので、このデッキね、まあ、早速使いながらちょっとやっていきたいなと。思います。で、若干ね、テスラが腐る時もあるんですけど、まあそこはなんかゴボリを置いたり、アイゴリ流したりして、なんかアーチャーがあるんでね、結構アーチャーセッパ、コウモリセパしたら、相手がなんか裂いてくれるんですよね。相手がなんか裂いてくれたところを、もう逆サイね、バルーンスケラフリーズとかで終わらせたいですね。これも今の瞬間に、相手ウィザード裂いてるので、バルーンスケラフリーズしたいですね。これも、あれですね。バルーンスケラで終わります、これ。だって、ファルチェもウィザードも咲いてて、よいしょ、これマジ、これだけで終わるんですよ、このゲーム。こうフリーズして、はい、お疲れ様でしたっていう、モードです。なので、まあ、このデッキマジでね、最強ですね。はい。本当に、これだけです。これだけ。これを、まあ、12回繰り返すだけで終わります。なので、まあ、初めは、始まってすぐに攻めるんじゃなくて、まあ、理想としては、ケツアーチャーセパかな。ケツアーチャーセパできたら最強で、まあ、できなかったら、まあ、コウモリとか、さっきみたいにゴボリ様子見て、なんかまあ、4コス以上とか3コス以上、まあ、とりあえず咲いたら逆サイにバルーンスケラしとけば、結構勝てます。なんで、4コス以上咲いてくれるとすごい美味しいんですよね。でもまあ、相手も、そういう系ですね。クロスから来ましたね。防衛クロスから、しかも。まあ、これは、バルーンスケラやっちゃってもいいと思うんですけどね。僕としては。ゴボリ壊さして、右側にこれバルーンプラスのスケラで、よいしょ。これで結構刺さるのではないかなと思います。フリーズまで打っちゃいたいですね。よいしょ。で、まあまあまあ、アーチャーがスケラに対してのメタなんですけど、相手は。まあでも、バルーンもね、あるので、相手は両方止めるのがしんどいって感じですね。まあこっちも防衛クロスされるとなかなかしんどいんですけど、回転早いので、相手も早いわ。相手も早いですね。これちょっと怖いですね。ワンチャン負けちゃいそうな部分があるんですけど、まあまあまあ。おい。で、バルーンでクロス壊して、で、さすがにタイブレーカーもありますね。タイブレーカーもありますので、クロスに対しては、まあ、アイゴレバルーンとかで壊しつつ、ちょっと余裕があれば、壊していきたいんですけど。ちょっとここは一回丁寧に行きたいですね。ちょっと、相手が上手いぞ。ワンチャンフリーズしちゃっていいかな。あ、待って。オブレ、いや、これ神フリーズですね。ここにファイアボール咲いてくれたら、こっちの流れが来ますね。これも、アイゴレスケラか、まあ適当になんかしとくだけで、リズム来るんじゃないでしょうか。スケラも、さっきフリーズ僕使ったんですけど、フリーズも結構すぐ回ると思いますので、とりあえず雪玉打って、よいしょ。これフリーズ罰金、テスラにできたら理想だったんですけど、まあまあまあ。オッケー、もう無限にね、攻めれるっていうのが、まあこのデッキの強みかなと思います。で、削りは最後ないんですけど、これじゃなくて、雪玉とフリーズで、まあ、多少のダメージは出せますので、あとはもう単体スケラとかですね。もう、200、300になっておけば、スケラ打っておくだけで、多分折れます。てか、まあ、ちょっとは絶対入りますので、スケラプラス雪玉とか打っておけば、終わりという感じですね。これも、マジで、この、今、サロンデス大会始まって何時間か経ってるんですけど、上位の人たちにいるんですよ。結構いる。まあ、上位からパクってきたんですけどね。はい、結局は。なんか上の方でこのデッキが結構多くて、27勝無敗の人がいたんですよ、こう。あ、この人ゴレになってますけど、これ使ってましたし、なんかね、そう、このデッキの人がめっちゃいたんですよね。なんで、パクってきましたっていうところで、まあ、12勝までちゃちゃっとやっちゃおうかな。はい。
なんか、リストマジ最強は、アーチャーセパで待って、何もしてこなければもう一回コウモリセパして、逆サイにバルーンか、なんか逆サイかどっちでもいいんで、相手が出した逆に、バルーンスケラしとけば終われます。なんかこれももうなんか、アーチャーいるんで、って感じの、ちょっとね、雑な感じなんですけど、こう打っちゃうと、ここにフリーズできると完璧。これ、ファルチとか来ても、全部、スケラにターゲ行ったりもしますし、終わっちゃうんですよね。はい。はい。しょうもなって感じなんですけど、まあね、デッキが強ければ、勝てますよって感じです。よいしょ。美味しいですね。これで報酬もらえるってなった時に、なんか、ね、楽しいですし、結構サドンデスチャレンジは、一戦がすぐ終わりますので、まあ、やって得しかないのではと思いますね。よいしょ。はい。でも、これ、でも考えなくても、多分勝ってますので、まあ、なんか、あれだ。おぉ、めぐないと。これもういっちゃいますね。これもスケラー打って、よいしょ。えい、これだってフリーズするだけで、相手のファルチでね、もうスケルトンラッシュに竹行って、無能なのでね。おあ、相手もフリーズですね。そう、フリーズが増えてきますので、まあ、しょうがないんですけど、これはでもね、バルーンが入るし、しかも、ファルチが溶かせるって、かもですね。最近ちょっと YouTube をね、めっちゃ見るようになりましたんですよ、僕。ちょっと言葉が。日本語がクソ下手だって今。そう、YouTube をめっちゃ見るようになってきて、なんかね、家でやっぱテレビを見なくなったと言いますか、やっぱ外出することもちょくちょく増えて、テレビってなんか、なんだろう、その録画とかやっぱしないと、そのね、見逃したりするじゃないですか。なんで YouTube だとね、見たい時にその見たいものを見れたりするんで、 YouTube バック見るんですけど、最近よいしょ、これはここで終わらしたい。カノックスターさんっていう方はね、多分皆さん多分あんま知らないと思うんですけど、まあ多分スカイピースさんとか、他は誰がいるから、まあそういうね、ヒカキンさんとかを多分ね、皆さんよく見ると思うんですけど、マジでね、カノックスターさん僕ね、めっちゃ好きなんですよ。最近毎日見てて、何系の動画って言いますと、まあ、食ですね。食う。まあ、僕が食うことが好きなんで、まあ、その人の動画めっちゃ見るんですけど、マジで、大食い、結構の大食い動画を出してて、めっちゃうまそうに食うし、なんか僕が好きそうなもんばっかり食べますし、なんかね、もう言ったら食ってるだけなのかな。なんか本当に食ってるだけなんですけど、結構癖が強い方で、めちゃくちゃ面白いんでね、ちょっとね。見てほしいですね。もう挨拶がアースとかなんです。アースって。結構なんか雑っぽいんですけど、なんか、そういうのも結構僕は好きですね。とか言ってると結構は負けそうになっちゃってますけど、まあ、回転範囲で、これ5ボールとかでも緊急回避できますし、まあ、回転範囲で勝ちですね。よいしょ。カノックスターさんですね。マジで。めちゃくちゃおすすめですね。ぜひ見てほしい。これ縦線があるな。これフリーズ打っちゃって、ちょっとでもプレッシャーかけて、タイブレーカーなんで、これあれですね、折れなくても僕の勝ちみたいなのがありますね。まあ折れるんですけどね。はい、というところで、さあ、あと2000円ぐらいかな。なんかもう、言ったらサドンデス大会とか、作業ですね。これスケラで攻めれるし、バルーンでも攻めれますので、もう言ったら、作業になりがちですね。よいしょ。とりあえず、あ、これも最強な手札ですね。アーチャーセパして、コウモリセパして、って感じかな。まあ、あとは最近、まあ、僕食うのが好きなんですけど、まあ、つけ麺も食べましたし、まあ、あと、いちご飴をね、食べましたね。今、彼女がね、まあ、僕の東京の方に、まあ、遊びに来てるんで、なんか、いちご飴食べたいって言うんで。はい、109、渋谷109っていう建物、多分有名、結構有名な建物かな、に、いちご飴を、そう、売ってるんですよ、この季節で。なんか、お祭りとかなイメージがあるんですけど、そうなんで、いちご飴をね、食べましたね。まあ、くそうまかったですね、でも。よいしょ。そう、めちゃくちゃうまいんですよ。だから、おすすめですね。東京に来た際は、渋谷駅のね、109っていうところの、になめっちゃあるんですよ。なんかタピオカとかもあるし、もうね、なんか、もう JK がいっぱいいるんだなっていうね、方はね、もう JK 好きな方はぜひね、やばい発言してるかも。はい、っていう感じで、まあね、ちょっと、よいしょ、まあ YouTube もね、ちゃんとサボらず上げてますので、よいしょ。まあ最近なんかクラクラもちょくちょくやってるんですよね、クラクラ。だからクラクラとか、ケンツがもう上げてましたね。
なんであげるか迷うんですけど、って感じですね。あげなくてもいいかなっていうのはありますね。結局クラロバだよねっていう。よいしょ、これもカード回しの行き玉ですね。なんかこういうところで行き玉さえちゃっていいと思いますね。で、ゴブ掘りも置いて、ダメージを抑えつつ、これ困ったら防衛フリーズもありますし、防衛雪玉もあるんで、まあ困った時にこういうのガンガン使っていいかなと思います。で、こっちはダメージをね、結構フリーズ、バルーンフリーズで、バルーンスケラフリーズで落とせますので、これもね、いっちゃいます。よいしょ。バルーンスケラー、雪玉かな？一回雪玉打って、スロー効果与えつつ、これフリーズ打つだけで、相手はツムツムですね。お疲れ様でした。グッドゲーム。って感じで、まあ、デッキが強いんすよね、これ。おすすめです。使ってください。あとは、適当にスペル回しておりかな。フリーズ雪玉で、ワンニーナ、34の56だっけ ?90 とかじゃん。嫌がらせかっていう。まあ、でも、ここは、ちょっと怖いんですけど、一回攻めスケラ打って、防衛雪玉がね、最強ですので、よいしょーって感じ。満字っすね、はい。まあ、本当に作業してるだけなんでね、このデッキは超おすすめでございます。まあ、ラストね、ラスト一戦行って12勝ですので、ワンチャンね、このデッキで今回一桁取れるかな。僕のグロ大会のベストが何位だったかな、多分5位。このラッターカが6、7とかで、マイコゾースキのサブアカが、何位だっけ ?5 位多分持ってると思うんで、まあ、5、6、7は取ったことあるんですよね。5、6、7はあるんですけど、これフリーズされるとちょっとやばいかも。あぶね、これもバルーンスケラ行っちゃいます。相手ライディングも攻めたしね。結構攻めましたし。はい、これ勝ったんじゃない？これもフリーズ構えて。あ、待って、フリーズじゃねえ。間違えた。うわぁ、今フリーズ。あ、間違えた。外してる。やばい。カス落ちた、今の。ちょ、待って。今のカス落ちた。まあでも。まあ今みたいな感じでバルーンスケラするだけですごい通りますので。まああとは、よいしょ、この辺に。ゴボリで防衛しつつ、これも簡単でね、スケラ打って、まあ、バルーンがなくてもいい。だからもう、このカウンターに最強はバルーンスケラなんですけど、無理な場合は、まあ、エレキが降ってきたら美味しいなぐらいですよ、これ。お前かーい。お疲れ様でした。はい。って感じで12勝ですね。なんかもう、バルーンスケラが最強なんですけど、まあ、カウンターの形でバルーン出せなければ逆にスケラでもいいですし、なんか相手がゴレとか出してきて、スケラがなくても、もうアイゴレバルーンで攻めちゃってもね、いいですよ。もう、どんどん攻めちゃっていいですね。はい。ですので、こちらね、今12勝も敗、12勝も敗してます。マジで最強デッキです。はい。皆さん使ってください。というわけで、本日はこんな感じで終わりたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい。最近ちょっといろんなデッキの動画出してるんで、コメント欄であるやつね、できるだけね、使っていきたいなと思います。はい。では、ご視聴さまして。